ああ、ここの戦闘でタリマン先生はそれぐらいのダメージがあったんじゃないかなというふうに考えると割とお話がつながりやすいというふうに思いますここからが大事ですハウルの動く城のですね語られてないんだけども見たら丸わかりなプロット時間順に並べたものですこのプロットを見れば絶対ですねわかりやすくなります上から読んでいきますハウルの動く城時間順でですねプロットを整理するとどういうふうになるのかですねこれもまあスクリーンショットを撮って、えー、楽しんでください 1>, 1番隣の国魔法使いが王国を作るさっき言ったようにですね魔法使いが魔法王国を作りましたで王子が魔法使いだから、まあ、王家が魔法つまり魔,導魔法先進国です、えー、ソフィーの国は魔法と科学で対抗したさっき言ったみたいに進撃のマーレみたいな国なんですねで2番ハウルの叔父魔法書を書きかけて死ぬこれがプロットで大事なところです、えー、どういう意味かというとですねあの これあのハウルの,です、ね、この子供時代の家にタイムスリップして、えー、ソフィーが行くシーンの見た目です見た目を見るとここに文鎮があって文鎮にハウルの城についてる砲台とかハウルが好きなものが基本的に全部あるんですねだから僕最初これハウルの持ち物だと思ってたんですけど年齢が合わないハウルはもうまだその時にですねなんか10歳ぐらいの男の子なんですよところが机の上書きかけの草稿って書いてる 総というのは何かというと出版を予定しているけどもまだ出版されてない原稿のことを「草稿」っていうふうに言うんですね。でつまりこれはハウルが言ってたように死んんだ魔法使いののおじさんの遺品なんですよ。えー、なのでこれいい、e、パート最後の方に出てくるんですけど。 何か魔法の本を書き書いて出版する前に死んだんですね。だから出版する前だから書いてた原稿が草稿ってやつです。で、なんで原稿を書いて未発表のまま死んだのかっていうと、おそらくあのおじさんを殺した犯人は隣の国の王家なんですね。で、理由は魔法を出版しようとしたからですね。魔法を 文字にして出版しようとしたからそういうことをさせると自分たちの国の優位性がなくなるから妨害工作として殺されたんだろうとこの結果ハウルっていうのは隣の国を憎むようになるとこれを抑えないとダメなんですよ。なハウルって誰を憎んで誰,を戦誰と戦っているのか分かんないんですね。 ハウルってこう途中まで見てたらどっちの見方なのか分かんないえサリマン先生の敵なの見方なのそれとも隣の国の見方なのと言ってよく見ると誰かあれはんでかっていうと自分のおじさんを殺した隣の国も憎いし自分を縛ろうとしてるサリマン先生も憎いというふうなことで周り全部が敵になってる状態なんですね。でそれは時間軸で言うと、まずはハウル。 おじさんがあの魔法書を書きかけて死んでしまったという部分を抑えないとちょっとわかりにくいんですねハウルは、まあ、隣の国を憎むようになると3番目です、えー、これもですねストーリーに出てきてないんですけども国王ですねハウルの国の国王が隣の国の隣国の魔法を警戒してサリマンに王立魔法学校を作らせるとハウルは入学します4番、えー、星が落ちた夜ですね、えー、カルシファーと契約した夜ハウルは星の子を助けて、えー、契約するとで ここポイントなんですけどソフィーによりその星の子はカルシファーと命名される実は星が落ちてきてハウルと互いのなんか心臓を共有してですね契約した時にソフィーは「 ハウルとカルシファーに聞こえるように「ハウルカルシファー」と呼びかけてるんですね。で「私はソフィー必ず見ないであなたに会う待ってて」っていう風に言うんですけどもあれあのカルシファーとの契約発動中なのでカルシファーにも聞こえちゃってるんですよ。だからカルシファーとハウルがちゃんとソフィーの方を目線送って見てる描写が入ってるんですね。 ソフィーもあのカルシパーとの契約の一部に入っているとだからカルシパーという名前が付けられたんだっていうのをちゃんと書いてるんですけどもあのそういう順番で並べてくれてないからなかなかわかんないんですね。で、えー、5番力を得たハウルサリマンより逃亡ですサリマン車椅すに乗るほどのダメージ。 これは後のですねサリマン先生のハウルに対する憎しみでわかるんですけども、ハウルはですねカルシファーと契約して力を得たから、えー、王立学校から逃亡したんですね。でもちろん、サリマンさんはそれに対して逃亡させないようにするんですけども、その結果、なんでサリマン先生が車椅子に乗っているのかという描写があるんですね。あれも、別に雰囲気を出そうとしてやってるんではなくて、その後のハウルとの隔室とかを見ると、「ああ、ここの戦闘で、 少なくともサリマン先生はそれぐらいのダメージがあったんじゃないかなというふうに考えると割とお話がつあのつながりやすす。いいと思まこのサリマン先生もまあね描写する時に本当にいつも一筋縄ではいかないですよあのソフィーが来た時に「ハウルはこのままではいけませんあの人は困った人です」という時にずっとこのね持っている杖で顔を半分隠しながらとか喋るんですけども。 本当に悪役は顔を隠すという法則でですね <laughs> サリマン先生悪くないことしてる時はなんかね杖でね なんか見てる人間の視界を遮りながら話す多分あれは杖を動かしながら軽くソフィーに暗示の魔法をかけるという作用もあると思うんですけど何よりも悪そうです,すごいんですけども、まあ、このサリマン先生が車椅子に乗ってるのもソフィーとのです、ね、あハウルとの第一次戦闘の結果ですね岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。是非是非チャンネル登録よろししくお願いしますではではよろしく